はい、どうも、こんにちは。ゴスケアです。夜も朝もこんにちはでございます。えっ、ー、とね、どういうわけだか、最近よく声をかけられるんですよ。動画見てるよとか、やけに動画という言葉を聞きましてね、あのー、そんな力入れてないんですけどね、ここ。なんか、ブログに貼るちょこっとした賑やかしみたいなもん、みたいな感じで始めたんですけどね。 あの、なんだろう、登録者数もね、なんか、100人、200人いりゃいいや、みたいな、十分だろうなんて思ってたんですけど、割とマニアックな内容が多いですからね、あの、なるべくマニアックじゃない風にとは思ってても、ついついマニアックになっちゃうのが僕なんですけど、あの、そうなんです。あっという間に1000人を超えてしまいました。で、 まあまあね、ねあの、まだまだなんですけどね。あの、YouTube のね、規約が変わる前は、こんな僕でもね、ちょこっとしあのー、広告収入があったりもしたんですよ。でもなんか、規約が変わっちゃってからね、うちは全然、その、箸にも棒にもかからないんですけど。まあ、そんなことは、あの、ここで儲けようなんて思ってないんでね。また、あのー、マニアックなことをやっていこうかな、なんて思っております。でね、 でもね、ちょっと色気を出して、あのー、僕の本名はね、あのー、YouTube のこのチャンネルの名前だったんですけど、あのー、ちょいとタイトルというか、僕のところの名前を見てくださいませ。ゴスケアチャンネルなんてしちゃってます。まあ、そんな色気出してるわけじゃないんですけどね。あの、ちょろちょろ映ってるこれ。あのー、中身はシンナーです。間違ってたよ。自分では飲まないですけど、ここで作業するのも僕だけなんでね。 あの、この小瓶がね、ちょうど薄め液入れておくのにいいんですよ、これが。このままパパッとこう、注げるじゃないですか。まあいいや。あの、今日はね、何をやるって、あの、最近またね、再燃してきてるんですよ。一時ね、あの、わーっと流行ってすごい数出たんですけど、あの、ぐーっと一周、一周っていうか、まあ、一通り行き渡ったのかな、みたいな感じで、最近紹介もあんまりしてなかったんですけどね、昔の動画を見ると、 あの僕全然しゃべんないであのー、これ使ってる動画みたいなのもあったりしますけどねこれはステッチメーカーですこれエンガーツールさんのねこれはあのー、EU6 番4 5ミリピッチこれはね5ミリピッチ5ミリ目打ちスケールなんて書いてあるあこれ今のやつはあれか JP って書いてあるのかなこれ 一番最初のやつかな。これ試作で最終段階みたいなやつだったかなと思うんですけど、これもね、いろいろ歴史があるんですよ。ヨネさんといろいろお話ししてね、これまだ大事に取ってやりますけど、はじめはね、ポイントだったんです。いろいろ話をしてね、改良してね、あの、出来上がる前のものです、これ。で、これと、えっと、もちろん、 これがあの、この縁側ツールさんの、うちの五助工具店で両方でもこれ、売ってますけどね。いろんなピッチなやつが。あの、フラットオールと、これはあの、そのフラットオールの絵が入る、絵が入るじゃない。あの、この、ね、オールの刃が入る絵で、ここをキュッと締めるんですけど、これ手締めだとね、締まりきんないんで、ペンチかなんかでこう、つまんでキュッと、 そんなにに無理に締めることととはないですすけどッめるとピタッと収まりまりこれとあとはあのタイプバレットっていってあのこういう風に 9mm の玉の野球がついてるタイプってありますけどねこれもねちょっと特注モデルでこうこの形が違うんですけど普通のやつはもうちょっとここがシンプルな形になってますこれとセットで使うもんですねもちろんあの何て言うんだろうこれヨーロッパ目打ちの感じの 穴が開くんであのー、歯は歯もやっぱ平らでないとひしめ打ちって歯がひし形じゃないですかヨーロッパ目打ちは平らですよね、あのー、ヨーロッパ目打ちとひしめ打ちだと形が違いますよねでこれは角度的にもヨーロッパ目打ちの方ですこれ、ね、EU と JP 日本のととね角度がちょっと違っ違たりするんで、すけどねであのー、日本の、これメーカー名映っちゃってますけどね。これじゃダメなんですよ、はい。入らないし、これはね、根元まで刺したらとんでもなくでかい穴開いちゃいますよね。削って削って自分の形にするための素材と思ってればいいと思いますけど。ちょっとこれは、 このままじゃ使えねえなってやつですね。相当ディスってますけど、クラフト社さんごめんなさい。まあ、いろいろ、この間のね、あのシンスさんのやつはとってもいいです。あれだから、ひし目打ちをトントントンと打っていって、それを穴を広げていくみたいな、広げたり貫通したりするのに使ったりするといいんですけど、これはヨーロッパ目打ちに対応したもので、この、 ステッチメーカーに使える。で、6T さんのやつも、同じようにあの、刃が平らなんで、ここに入りますよね。でね、6T さんのやつはね、刃が薄いので、こう、結構余裕があるんですよ。なので、当てたときに、この、なんて言うんだろうな、この、この画像で見えますかねわかりますかねどちらかに自分で決めて、こう、 ガイドにしていかないとあのー、角度がばらついちゃいますけど使えなくはないですよねこうストンと入りますであのー、これね僕はかなりせめて先端削っちゃったんだよなこれだとねぴったりってまあ多少は余裕ありますけどあのー、やっぱ専用に作ってるだけあって それれでもあれかな、どっちかあの刃先がこう細くなってるんで、あのー、狙った方がいいかなっていう気がしなくもないですけどまあそんなに気負わずともそんなに角度はずれないでこれどうやって使うかっていうとあのー、結構ねマニアックですよこれマニアックってこともないか普通にも使えるんですけどまあこの辺をちょっといいよ これね、あの最後にとっておきのとっておきの情報も出しますね最後までお付き合いくださいまあこれ 5mm ピッチでじゃあやってみましょうかこれね正しい正しいというかヨネさんがねあの開発者のヨネさんが推奨しているのはこうやってトントンとこうこれ沿いにこれ印をつけるガイドだと これ,のこれに沿ってこう後をつけてくださいねとまあついてますねしっかりでこれに沿ってこう貫通させてくださいねっていうやつなんですねこれ正しい使い方でもまあ正しくない使い方って言ってもなんだなんですけどね、あのー 貫通させることもできちゃいますよね1回であの。直線なら。ですよ。だから、何て言うんでしょうね、こう、今、こう、ねじねんで引いた線があるでしょ、ここに合わせて、トン。で、ま、多少だから、刃が薄い方がいいんですよ。こう合わせておいて 次のラインにこの次のやつがねじ念の線に行くところまで刺したまま行けばピッチ狂わないですよねだから曲線も普通に使えるんです初めからねトントン音が出せない方はあのもちろんうちのオール2000とかね導入していただけると音がなく作業できますけどこれがこう 普通に、これだんだん角度が急になっていきますけどその分移動量が増えてもいけちゃうわけでねあのーこの定規のスケールのねすごいところはここがこれがね 考サンタ屋さんのあのー、なんだっけあの辻褄つまくんなんてねまさにこれに特化したものなんですけどこれもねちゃんとついてるんですよこうやって5ミリから4ミリこれ4.5なんで4.5なんで5ミリから4ミリ間1ミリあるんですねだこれ、えー、現行モデルはどうだっけか5ミリだったら、えー、4.5から5.5になってるんだっけか これ試作モデルなんでね、あれなんですけど、あのー、これ打っちゃったか、打っちゃってもいいか、えー、っと、新しくした方が分かりやすいかな、よこう、これがね、 大きいお,お財布とかだと思ってください大きいのねこうでここからにしようかこうだーっとぐるーっと一周回って帰ってきたとしましょうぐるーっと一周回って帰ってきたとしましょう 垂直垂直ねこれこうあっち向いたらこれ,これ結構厚みがあるんでこう斜めに刺しづらいっていうのもあるんですだからねこうまっすぐ刺し強制ギブスみたいな側面もあったりするんですけどこれよいしょこう見るとね分かりますかね最後に今わざとこうしたんですけどねライト照明よっ えっと、ぐるっと回ってきて、ここの穴が最後なんですね。ここに来ないんですよ。わざとそうしたんですけど。全部がピタッと合わないですよね、ここ。となると、一つだけピッチが思いっきり詰まっちゃうとか、うんと開いちゃうってことになる。ですね。この間に入ってるんで、ここが。こういう時にどうするかっていうのが、 これなんですよ。これ、可変ピッチになってるんですね。あの5ミリから4ミリにじわーっと広がってるんですよ。だから、これはちょっとまだ間が広いんでもうちょい先まで行っていいと思うんですね。残り3つぐらいで、3つ4つぐらいか。これね、なんででしょうね、ほんとね。 過去のブログを見てくれてきてるのか、あの商品説明を見て、あ、これはと思ってくれてるのかね、なんかね、人気再燃してるんですね。まあまあ、嬉しいもんですけど、いいものは残ってて売れると。ね。そうなんです。これ、このまま行くと、このまんまん中じゃ両方広すぎますよね。かといって、2つ入れてどうなのみたいな、そういう迷うときに、最後に、この可変ピッチのこれで、 こう合わわせるわけですピッチが可変してるんでこう真上から見ると穴がね両方の穴にピタッと合う場所があるんですよここだといいじゃんっていうでそこのピッチでポンポンといくとあのー、今 <laughs> こう打ったからちょっと不自然になりましたねちょうどいいところを探して そこのピッチで、あのー、打ってあげると、違和感なく仕上がりますよと。そういったものが、この可変ピッチのここの部分。ついつまを合わせるためのものね。でね、えー、っと、これの、僕はね、これ最大の魅力っていうのは、これ、5ミリでしょどれぐらいだろう。えー、っと、7本目ぐらいかな。 あちょうど7本目って 5, 5ミリピッチなの日本で言う7本目は大体いい5ミリピッチですね。5ミリピッチちょっと狭いのかなあのー、これを逆目っていうのも特殊で作ってくれたりするんですよ。でもこれ、だからこれを2つ買わなきゃいけないですよね。でも、このスケールは 一個持ってると、裏返しで使えば逆目が作れるんですよ、簡単に。まあ、打つやつは、あのー、なんで、裏から打っちゃいいんですけど、裏から打つといまいちですよね。あのー、穴の開き方が。不自然。だから、こっちの穴とこっちの、両方作れるんですよ、これ。これすごくないです まあ当たり前のことなんですけど、あのー、前もね出してましたけどこの糸の寄りの方向これを考えるとこの逆目でミシン用のビニム、ね、を使いたいんだったら縫い方もあれですけどこの逆目で縫った方が糸はきっちり締まりながら緩まないで綺麗な縫い目が出せると僕は思ってます。 だからこれね、逆目が手軽に作れるっていうのが一つの魅力だと思うんです。ああ、いけねえ、いけねえ、そうだそうだ。でね、これも謎板なんですけどね、あのー、サンタ屋さんの謎板。これね、これとこれの組み合わせってどうなのって、あのー、実はね、一回もまだ試してないんですよ。 あのリアルなガチなチャンネルなのであの撮り直しもしないですからね失敗したら言い間違えたりしたらそのままですからね後から自分の動画を見るとねあれ何これ俺言い間違えてんじゃんみたいなのもあったりするんですよでもねそのまま放置ですあのそこら辺はなんとなく組んでくださいそんな感じこれねどうなんだろうね これちょ今が裏から打ちますけどね何、あのー、て言うんでしょうね貼り合わせた時の感じなんで、あのー、この貫通した向こう側が特徴があるんでね ままあまあ普通にテンポよく行けますよねズボっと奥まで行かないんでこれがね一見空いてないようだけどちゃんと貫通してるんですよあのまあ余分なところが盛り上がらないからこう,こう見ると見えないぐらいちゃんとこうしてるっていうんですかね縫い穴の周りが綺麗に こ,のこれで汚れちゃうっていうで嫌だっていう人はいいですよねほらここもねこう光にかざすとああちょっと見えねえかちゃんと貫通はしてますうんまあこ滑り止めっていうのもあるんでやりやすいっちゃやりやすいかもね 音聞こえますこう刺さりすぎないでサクッとサ,サクッとこうこの最後に飛ばる <laughs> この感覚がちゃんと抜けたって感覚が伝わってきていいですようん。コルクあったっけうわぁ最近コルクなんか使わないからどっか消えちゃったね よいしょコルクはねあれなんですよあのー、コルクはぜひ革包丁で切ってみてください一発でボロボロになるんでは先によろしくないんですよねコルクはまあ物によってすごく差があるっていうのもありますけどねよいしょなんだかんだうだうだ 長く話して長い動画になっちゃってるような気がしますけどあ,あそうそう最近ブログでもなんかお小言みたいななんかイちゃもんというか文句みたいなこと僕言ってるじゃないですかよくあったなんかね YouTuber の皆さんまあ俺も結構 YouTube 見たりするんですけどあのー、なんか語り口調とかなんかまんま同じ人いっぱいいませんこれ気のせい何何だと 思いますみたいな言い方の人、いろんなジャンルで、何々したいと思いますみたいな。あれって、どこの業種でもなんで同じようなのって、なんかあるんすかねあの、人気ユーチューバーになるための講座みたいな。それをみんな忠実にこう、こなしてるんだろうかとか。あのー、僕はこのレザークラフトも何もかもみんな、我流なので、 誰かに教わったってことはほぼないんで、あのー、こんなにダラダラ喋ってる人もいないかと思うんですけどどうなんでしょうねもうちょっとオリジナリティ出してもいいんじゃないのって思ったりもしますけどでバックに流れてる音楽とかも多分使える音楽ってフリーのものとかで似たより人って酔ったりになっちゃうんでしょうね それとか、その、講座を開いた先生が準備してくれたものとかなんですかね。うーん、なんだろう、もっと自由にやればいいのにって思ったりもしますけど。まあ、予算値は予算値なんでね、いいんですけど。うーん。 まあこれ見てるとあれでしょあのー、そんなにこう難しい工具ではないでしょザッていた後とにズーンって入るんだよねやっぱりリズムよくテンポよくポンポンポンっていくのはちょっとなっていうこの感じっすよこの感じ これがいいか悪いかっていうとあれですけど同じ貫通しててもねこのサンタ屋さんの名付いてはね裏が綺麗なんですよこの違いで刃先も刃先にもそんなにダメージがないというね 違いますでしょそう、これもね、この絵、手が大きい人はね、この絵、おすすめです、本当に。あのー、こうやって使う人はねあんで、短すぎると使いにくいっていう人もいるんですよ、手の大きい人はね。あの、持って使う人とは、縫いながら使う人は、こう、ちっちゃい方がいいと思うんですけど。まあ、これも使えないかな。これで安いんでね。 価格がぐっとで買えばいろいろ使えるんでいろいろ試してみるといいと思いますよあこれはこれはあれだなヨネさんのとこのはどっちだっけこっちがそうかこっちがそうだね刃先のね微妙な形状で一応違いは分かるんですよ どっちもいい感じだね。あのブレードのねこの厚みとかがねあのー、微妙に違うんですよね。これはかなり深いところでの,あのお好みの問題になりますけどあのどっちがいいどっちが合うとかよりもそれは。 お好みの問題なので試してもらわないと伝わらないところだったりもするかなあの,の形状もちょっと違いますねよネえさん うん、いいんじゃないですかとても。ということでステッチメーカーとフラットオール、えー、ヨーロッパオールそこら辺の紹介でした。じゃあねん。